ジャンプ A を連打しておき、ヒット時はインフェルノディバイダーにつなぐのが理想だ。これくらいで倒れる拙者ではござらん。ガードされた場合は AAD と出せば暴れる相手にカウンターヒットする。ジャンプ AAD などで地上に下ろした後は中段のレバー前 B や投げなどで攻めよう。C インフェルノディバイダーは出始めが無敵。直前ガードからの割り込みは特に強力だ。ガードされた時はレバーガード方向プラス ABC 同時押しでラピッドキャンセルからバリアを張れる。ラピッドキャンセル後にジャンプ A を出して連続技を狙うのも有効だ。多段の飛翔撃はガードさせると大幅に有利なのでそこから攻め崩そう。これは下段の選択肢だ。レバー前 A は中段攻撃、キャンセルして石化陣につなごう。ガード中の相手を投げてもいい。油断しちゃった。てな、そこに嘘を発見しようぜ。C 無双戦勝山は突進スピードが速く移動距離が長い。なんだそれは。1段目をラピッドキャンセルして素早くジャンプ C を出そう。これは下段の選択肢だ。ラピッドキャンセル後に空中ダッシュするのもありだ。やるでござるな。軽いわよ。まだ上手に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 上無双。ハッハッ、ジョーさん、おやめた。受け付けないでよ。グルー、アストン、グリーングレイド。無双、ジョーさん、無双さん、逃げろ。せっかく、行きます。キレンジ、ハッハッ。無双。しゃがみ D は攻撃位置の低い技を回避しつつ攻撃可能。至近距離で出せばめくることもできるので強力だ。レバー前 D は下段、ヒット時のリターンが大きくガードされても攻め込める。しゃがみ技で暴れる相手には立ち C、 暴れつぶしからしゃがみやられ限定の連続技を狙えるぞ。タチ B はリーチが長くダッシュから出すと強力。チェーンリボルバーのほかカウンターヒット時につながるレバー前斜め C を出すのも有効だ。相手の技の隙にはダッシュ投げを狙おう。成功すれば攻撃力の連続技に持ち込める。前へ。
相手に磁力をつけた状態でのアトミックコレダーは空中の相手を吸い寄せて投げられる。相手の空中受け身に合わせると強力だ。受け身を取らない相手にはアトミックコレダーの後にしゃがみTで磁力をつけておこう。どうだ、アトミックコレダー。さあ、どうだ。Bスレッジハンマーはガードされても先に動ける突進技。その後は B ギガンティックテイガードライバーが本命だ。ジャンプする相手には立ち絵からの連続技やアトミックコレダーを狙おう。充電ゲージがあるならスパークボルトにつないで追撃だ。立ち上がるか。パークボール食らえ、アトミックコレラー。受けてみ、アガネのアトミックコレラー。どうだ、磁力の力かけろ。レッジギガンティックティガー、ファイヤー。レッジパワー、受けてみ、アトミックコレラー。これ式磁力の力だ。避けたぞ。行くがいい。想定の範囲内だ。レバー前 B をガードさせた後は打撃と投げの2択を迫ろう。レバー前 B がヒットしたときは猫の人直伝ヘキサエッジがつながるぞ。やるでござる。気合が足りんか。今けた。これくらいで倒れる拙者ではござらん。レバー前 C は割り込みやバックステップ対策に使えるほか、相手の後転起き上がりを読んだ時に使うのも強力。ガードされたらダンシングエッジでフォローして攻めを継続しよう。Yeah!
ティッシュシップサフィラは接近手段や通常技のフォローに使える。シルフィードと組み合わせて様々な攻めを展開しよう。相手に近づいたら中下段の2択でガードを崩そう。ガードされても再度2択を狙うことができ、ヒットすれば連続技が決まる。画面端なら攻撃力の連続技が可能だ。ごめんなさい。まだやるつもり？ゼロベクトルで自身の周囲に停滞するタイプが出たときはトリッキーな攻めが可能。移動技の C、P ならば Q を使い、一瞬だけ相手の裏側に回ると見切られにくい。画面端でバックステップをすると反対側にワープするのでゼロベクトルと挟み撃ちに。空中版の A、B ならば Q は前進するので相手の背後に回るように出すといい。行くにゃすみね。ジャンプ中下 A はレバーで出現位置を変えられる。相手の背後に回ろう。楽園モード中に遠距離でジャンプ中前 C を出せば地上の相手に C 虫をガードさせつつ接近できる。接近後はレバー前斜め下でしゃがみ A を2発出しつつ虫を召喚して固め、中段のレバー前 A や投げ、下段のジャンプ D などでガードを崩そう。この程度バングリュー手裏剣術を縦に接近し、立ち B をガードさせた後に中段の立ち C でガードを崩そう。立ち B からは下段のレバー前 A も有効。発生が立ち C と同じぐらいなので見切られにくい。立
タッチ C をガードされても続けてレバー前 A を出せるのでガードを揺さぶれる。レバー前 A の後はジャンプキャンセル空中ダッシュからレバー後ろ C で再度接近するのも有効だ。ジャンプ D は技の途中からガード判定があり、相手の対空技を潰すのに使える。しゃがみ D は上段と中段しか防げないが、ガード判定の持続時間が長く、早出しの対空技として便利。8D は突進力を生かし、中間距離から相手の地上牽制に合わせて出そう。レバー前 D は出始めから上段と下段を防げるので、連携への割り込みに使えるぞ。シュルケンスペシャルこぼしてござい、シュルケンスペシャルこれが生まれ死者の魂よ、混沌とした世界に正義の天使よ。ハハ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 空中取り、空空弱弱なこの拳取り、君取り、取り、忍びのたぶり、いざ落ちすまれ、死者の魂よ、混沌とした世界、正義の天才は、視点集中、飛び出さそう、防設置時はガード崩し能力が高い。タチ B から中段のレバー前 A、タチ C と出し、ヒット時は連続技を決めるのが基本だ。タチ B からは下段のしゃがみ B も出せる。下段のレバー前斜め下 C や三元脚ハクも有効だ。しゃがみ B ヒット時は相手が立ち状態のことが多い。その場合はしゃがみ C、レバー前 C が決まる。ライチが画面端に密着してリーチ引っ掛けを出すとめくりになる。少しでも離れていれば正面ガードになる。連続技を決めた後、防設置状態に移行し、前傾の中にリーチ引っ掛けを混ぜてめくりを狙おう。
ルールは本体と人形とで相手を挟み込んだ状態での攻めが強力。下段が混ざっているので立ちガードする相手にはそのまま連続ヒットする。投げて崩して空中連続技を決める。しゃがみしいヒット後レバーを上に入れつつ素早く D ボタンを押しすぐに離そう。姉さん大丈夫？これは中段の選択肢。軽いわよ。まだまだ軽いわよ。はい、姉さん行くよ。ガードクラッシュから連続技を狙ってもいい。そして最終章に。アクション。ちょうど。ちょうど。謎のベールに包まれたキャラクターがついに解禁。悪魔ジェイ。接近手段として有効なジャンプシーン。ヒットしたら連続技を決めよう。行くわよ。ジャンプシーンをガードされたら奇襲で接近し投げでガードを崩す。奇襲の代わりにブレンから中段の斬鉄を出すのも有効。グレンから下段の連火、さらに奇襲とつなぐのも強力だ。行くわよ。立ち D は当て身の発生がやや遅いが上中下段全ての技を防げる。早めに出しておこう。しゃがみ D は出始めから当て身が可能で上段技と下段技にカウンターを狙える。割り込みに使おう。レバー前 D は出始めから上段技、中段技を取れる。こちらも割り込みに有効だ。ジャンプ D は空対空での割り込みに活躍する。ヒット後は受け身を狙って攻めよう。レベル1アクション。近寄らない。ゲオルグ13近寄らない。ゲオルグ13近寄らない。
ジュ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